チャンネルちょじゃらということで今日はねセ・リーグのクライマックスシリーズファーストステージの、えー、戦い方見方面白さっていうのをね佐々木が「佐々木チャンネル」でどこよりも詳しく伝えていきたいと思いますけども、えー、セ・リーグの順位は巨人・阪神 d n a 広島・ヤクルト中日になりましてですね、えー、阪神が3.5ゲーム差、えー、d n a が8ゲーム差、えー、阪神と d n a の差は 4.5ゲーム差っていうね、えー、ところになりましたけどもま初、あ、戦、ね、どうなるのかあの d n a がね2017年かあのドロンコ甲子園雨の中、ドロンコ試合をした以来の甲子園での阪神 DeNA 戦であの時は d n a が日本シリーズまで駆け上がったからね、まあ、どうなっていくのかっていうところでね、まあ、普通にやったら阪神勝ちますねだって普通にやったら上のチームが勝つんだからそうなってんだから。 まあその中でね、まあ DNA、阪神がどう戦っていくのがいいかっていうところで、まずは3位のね、DNA から見ていきましょうというところで、先発ね、もうそれはもう先発はね、まあ東なのよ。これはもう間違いない。ね、初戦東っていうところで、しかしですね、今年ね、対阪神っていうところでね、ちょっと成績が悪いんだよね。だからね、全体成績で言うと、防御率2.16、13勝4敗、140奪三振と。 ね、でクオリティスタートも最後ね、ね途切れちゃったけど30何試合連続、ね、クオリティスタートも続いてたっていうところのザ・安定感その中でね東、対阪神今年5 0発して3クオリティスタート2勝1敗で防御率はなんと3.55こちらセ・リーグの中でワースト2位でございます被打率が2割6分4厘これもワースト2ウィップ1 2 4はワーストでございますだから阪神打線にちょっと打たれてますね。 しかも、甲子園で行われた先発、3先発投げて1クオリティスタートで1勝1敗、防御率4点、被打率2割8分6厘、こちらをワースト、球場ワースト打たれています。ちょっと相性悪いね。 阪神打打線にちょっっと打たれててるなっていうねまあでも行くしかないっていうね。で、その中で2戦目誰がいいんやってなったときに2戦目いいかなと思うのがね、もうジャクソンです、2戦目は。ね。今年、大阪神6先発して3クオリティースタート1勝1敗防御率2.10はセ・リーグの中で一番打たれてません。で、左打が2割2分でウィップ1.17こちらどちらも3位ということでまあ、中間的なところかなと、ね。で、甲子園で投げた試合は3先発にクオリティースタートの0勝0敗で勝ち星2日。 まずねしかし防御率1.53こちらはね球,団球場の中で一番抑えてますねで被打率は2割でウィップ1.08こちらはウィップは二、位被打率は3位というところでねまあ中間しかしジャクソン結構ね阪神にはね、えー、相性よく今年は投げれたんじゃないのかなとでもう一人の先発ケイねケイ、えー、対阪神戦3先発してゼロクオリティスタート、えー、0勝2敗 え左3割3分3厘、ウィップ1ゼ0こちらワースでございます、で甲子園は一千発してえ、防御率0 0え0勝0敗、これは5回3分の1イニング、ね、投げた中でっていうところですけどもね、ちょっと相性悪そうだけどね、俺はもう、東、ジャクソン、ケイの順番がいいんじゃないのかなっていうね、d n a 的には思うんだけどもね、でもちょっと、投手の、d n a 的には言うと、投手の数字はよろしくないね、感じ的にはね。うん そこでは若干ね、不安が残るかなっていうね、えー、ところは、えー、あります。しかしですね、ちょっと打線で見るとね、ちょっと光が見えてくるっていうところで、マキがですね、えー、対阪神戦、えー、打率ね、3割3分3に、こちらを1位、セリフの中で。でね、ホームラン2本っていうのはワースト。ね。しかし、得点18、えー、得点一1位。ね。で、えー、9打点。こちらもね、えー、ワーストに。 得点減打率2割9分6厘は2位っていうところで言うと、ま、あチャンスがあんまりなかったのかな。しかしね、えー、チャンスメイクはできてる。ヒットは出てる。で、甲子園でも打率2割8分6厘ね。で、えー、OPS1.158 だからね。で、得点減打率5割。これ考えるとね、マッキーはね、いい感じ。だからランナーさえ出れば、打点ももっと増えてたと思うんだよね。得点減打率とかも考えるとね。で、相性いいと。 で、大して、えー、今年阪神に対して、えー、2割九分2連えー、3位、ホームラン7本は1位、打点18も1位、OPS1.019 も1位、得点圏打率3割8分9輪、ね。で、甲子園では2割5分、ホームラン2本、打点6、OPS752、得点圏打率3割7分5厘とね、えー。まあこちらもね、あの若干甲子園の試合だと下がるけどもね、まあここは、こあの、球場の広さは狭さもあるだろうね。でもまあタイガースに対しては相性いいと、ね。で、えー、宮崎、えー、対阪神。 3割6分1ンこちら1位。13打点2、OPS925 も 2, 位も2位、特典現代率4割は1位。ね しかし、甲子園ではね、2割4分1人を、えー、打点4、えー、OPS693、得点減定率1割1分1人と、ちょっと甲子園が打ててないんだよね。だから、横浜スタジオもめっちゃ打ってるだろうね。そう考えるとね。佐野が、えー、2割6分7人、大半身。で、梶原がね、大半身ね、2割2分2人とこちらね、セリグの中で一番打ててなくて、出塁率2割3分6人、えー、得点減定率0割0分,0分0人。しかしね、甲子園ではね、3割6分8人、出塁率も3割6分8人、甲子園で打ってんの。 梶原はだからここをどう取るかだねで桑原桑原がね大、えー、半身2割7分3人と甲子園ではね2割5秒で桑原いいのよ。状態がねそこら辺はね結構ねいいんちゃうかとで得点圏打率見てもね、えー、佐野は2割5分ね宮崎先ほど言ったように4割っていうね、えー、ところでしっかりねチャンスメイクもできだから桑原使った方がいいねレフトさのセンター桑原ライト梶原だね で、宮崎、まあ、ショート誰使うかだね。ショートはね、誰も誰も一緒だった。だから、守備重視にした方がいい。正直。ね。で、セカンド巻き、ファーストオースティンね。で、キャッチャーが、まあ、ピッチャーとのもう相性だね。山本がいなくなったからね、山本がいないのはめちゃくちゃ痛いかなっていうね、ところもあるけども。まあ、打線的にはね、でもいい形の数字も出てるし、通常のようにね、えー、 打ちに行って、打線がね、機能すれば、打ち勝つしかないからね、DNA は。だからもうこのね、対阪神に対しての相性の良さ、打線の特にね、を出して、もう打ち勝つしかないというね。で、もうなんとかピッチャーで抑えながら、もう打ち勝って勝てるか、だから打てるかどうかだけだね、相性的に今年のね、1年間の数字は良かったですよと。ね。その中で多分打順の並びとかもほぼ固定の一緒の固定でしょうと。作戦もそんなないでしょうと。ね。 そうなってくると、まあ、打ち勝つ、打ち勝っていくっていうね、えー、ところが、まあ、だから、通常通りだねあの、レギュラーシーズンと通常通りの野球ができるかどうか、で対阪神に対しては打線は上、ね、相性いいですよと。 えー、投資にちょっとピーッとしませんけどねっていうね、えー、ところではどういうね、えー、戦い方になるのか。まあそこら辺が注目のところですね。さあ、迎え撃つ阪神というところでね、まあこちらね、阪神13勝 DNA11 勝引き分け1だから、まあほぼ5分のね、中で戦っていく中で、まあ先発は最期でしょうと。ね。えー、今年25先発、2十クオリティスタート13勝3敗、1.83防御率。しかしですね、対 DNA 戦1勝0敗、防御率3.00。 2戦発して1カンプしております。ね。被害率2割4分1に、ウィップ1.00というところで、まあ2試合しか投げてないからね。まあその中でどう見るかっていうところもあるんだけどもね。まあちょっとあの、通常の防御率1.83から比べると、まあでもカンプもしてるからね,ね。まあそこら辺はどっちの最近に出るかっていうところがポイントかな。2戦目を誰にするかなっていうところで、なかなかね、いい数字の何気に抑えてないのよ。 で、じゃあ、ちょっと、あの、上から順番に行くけども、ビーズリーね、今年13先発、9クオリティスタート2.478勝3敗。しかし、対 DNA 戦は、えー、2登板して、まあ、リリーフで1回出たんだよね。で、1先発で、えー、1クオリティスタートだけども、0勝0敗。えー、防御率は、えー、ワースト4.91、左手3割3分3厘、ウィップ1.64。 ね。で、大竹、ね。24先発、15クオリティスタートの2.80、11勝7敗です、今年ね。で、対 DNA 戦は、防御率3.27、こちらワースト2位です。2先発して、クオリティスタート0回の1勝0敗。被打率1割5分8厘、ウィップ0.82。ね。しかし、基本類打2本。だからね、ここ、大竹はね、抑えてんだよね。抑えてるけど、一発にやられたって感じだね。全体的には打たれてませんよ。しかし、一発にやられちゃいましたっていう感じかな。 で村上、今年23先発、15クリ力クオリティスタートの7勝11敗。しかし、対 d n a 戦が6投板して5千発、4クオリティスタートで、母月3.15、3.15五ワースなんだよね。一勝3敗。ね、被打率2割3分4厘、ウィップ1.14というね、成績で、まあ、これをどう見るかだね、4クオリティスタートだからね、5千発して、だから、まあ、味方が打ってくれてないっていうところはね、あるかもわかんないよね。ね で今年西21先発の15クオリティスタート、6勝7敗。え対 DNA 戦、防御率4.43。左率2割9バチリン。ウィップ1.52の5先発して1勝2敗。ねで高橋宏斗が 5, 5先発の3クオリティスタート、防御率1.52。4勝1敗。しかし対 DNA 戦、対戦なしっていうところがあるんでね。まあでも、佐伯大竹かな。 打たれてないんだよね。その、でもホームランパンパーンって打たれて、ちょっと防御率が悪くなってるっていうところもあるから、左率1割5分8位だからね。あのー、最強よりも対 DNA 戦では打たれてない。だから、対 DNA 戦で一番左率が低いのは大竹。ね。で、防御率が若干高めなのは、多分ホームランパンパンって打たれちゃったっていうところもあるから、ま、あしっかりね、低めに請求できて打っていけば、ウィップも0.8位で、 一番低いからね対 d n a 戦にあたってはねあの阪神の投手の中でだから佐伯大竹がいいかな佐伯大竹で、まあ、ビーズリーはあんまり2,000発しかしてないからね佐伯大竹村上でもいいかもしれないけどねでも高橋温人はもう巨人に持っていってビーズリー高橋西だから才木大竹村上がいいかなこのデータ上ではね 若干、防御率とか見ると高めにくるから,から一発注意だね、みんなね一発でポンポンでも甲子園だからねまあ広いっていうのもあるからまあそこら辺はしっかりランナー出してもあの踏ん張ってね抑えていければ阪神ペースになってくるかなとだからもうほこたて対決だねピッチャーと野手ねどっちが頑張れるかっていうねであとねバタバタしてたらねもうリリーフすぐっていうのもいいねだから圭史樹がね対 d n a 戦13試合投げて防御率0.00 で富田も7試合投げて防御率0.00ゲラも10試合投げて0.90岩崎が、えー、防御率が、えー、2.96ていうところも、えー、しっかり抑え入れてるしあとはあと石井が若干、ね、防御率を 12, 12試合飛板して3.38と、まあ、セ・リーグの中だったら一番打たれてるっていうね、えー、ところはあるけどもだから、ちょっと先発バタバタしたもうリリーフバーンってねつぎ、えー、込んでもいいんじゃないのかなっていうところの、ね、データは出てますよと。 で、えー、打撃陣で言うとですね、あのー、まあ、大山ね、対 DNA2 割七分3厘、ね、ホームラン1本、こちらワースト、得点圏内率3割七分、ね、で、通常が2割5分9厘の14本塁打68打点だから、まあ、DNA 対しては相性もいいし、得点圏打率もね、高いっていうところでは期待感は高いと、ね、で、サトテルね、えー、2割6分8厘、16本塁打っていうところがね、今年の成績だったけども、ね、えー、対 DNA2 割3分1厘、3本塁打、 えー、OPS667、ね、得点計算率2割3分3人と、対戦打率は、えー、セリーグの中で2番目に悪い、OPS も2番目に悪い、えー、得点圏打率も2番目に悪いと、ちょっとね、えー、球団の中だったら相性が悪いチームになるのかなと。でもまあ、サトテルはね、終盤状態上がってきたからね、そこをどう加味するかっていうところもあるよね。 次、森下ね、えー。森下、通常が2割7分5厘、16本リーターン73だて、OPS804 の特定限代率3割5分1厘だったんだけども、えー、対 DNA2、えー、割5分、こちらワースト2 OPS3881 は2位、特定限大率2割9分4人はワースト2位っていうところだけども、まあまあそこそこね、えーの、自分のスタンダードな成績と、まあほぼ変わらないっていうね、えー、ところ。で、まあ他の注目ポイントから言うとね、井上。 井上がね、えー、まあシーズン2割1分2厘、3本リーダー OPS が678の得点圏ツ率2割8分なんだけども、えー、対 DNA 戦が3割4分8厘、日本リーダー OPS1.05 厘、得点圏打率7割5分と高いから、初戦のアズマンきたらはもう井上使ってもいいかもわかんないね。えー、この DNA の相性の良さ考えるとね。で、前側がね、対 DNA2 割7分8厘、OPS713 っていうところでね、えー、相性いいのよ。 あの、前側もね。しかし、得点圏打率が1割1分8厘と、ちょっとチャンスでもろいかなっていうね。で、近本が対 DNA、2割,割8分7厘、OPS818、これはね、1位、OPS ね。対、打率は3位。ね。通常が2割8五厘の OPS728、得点圏打率3割2分1位だから、近本もね、DNA 比較的相性いいかなと。で、中野がね、えー 対 DNA2 割3分5輪通常が2割3分2厘だからねちょっとこちらワーストに OPS520 はワースト、ね、得点源打率2割7分6輪は高いっていうところでえ考えると若干中野はね相性、えー、悪いかなっていうところはありますけども、まあ、打線的にね阪神打線考えると特段誰かが DNA に対してめちゃくちゃ相性がいいっていうのはないねこ数字上ね。 井上がキーマンかなと。このね、無類の強さを見せてるからね。近本前川井上かな。っていうところが、まあ。 キーポイントになってくるのかなとこの d n a 戦あとはあ大山聡がチャンスで1本打てるかどうかっていうね、まあ、得点圏ると大山もね対 DeNA 戦3割7分高いし聡、まあ、は若干数字低いけどもこの終盤の状態の上がってきたのと相殺されて、まあ、どうなるのかっていうところがね、まあ、一番の見どころのポイントかなとだからこのねファーストの、ね、d n a 対阪神このね対決はまあ阪神の投手陣が d n a 打線を抑えれるのか d n a 打線が阪神の投手陣を打てるのかここがもうポイントだね味方でいうとこのほこだって対決かなとまあ、阪神の投手陣もね数字上、なんかだめちゃくちゃいいっていうのはないけども、まあ、ちゃんと穴見ていくとあこういう状況であ数字がちょっと悪くなってんだっていうところが見えるからねそこをしっかり挽回していければいいかなとでまあ、めちゃくちゃ悪いわけじゃないからね。だから まあ阪神は d n a に対してめちゃくちゃ悪いわけじゃないけどもなんかめちゃくちゃ特大してめちゃくちゃいいみたいなのもないからねだからまあでも13勝11敗1位いくわけだからまあ接戦だからね、まあ、でもね、これが甲子園でっていうのがあるからねそこプラスアルファされるからそういった面ではまあ通常にいけば、ね、阪神が勝っていくでしょうとでも d n a も阪神に勝つ確率もありますよと、ね。 投手陣対打線ね。で、打線で言えば、阪神は、近本、前川、えー、井上がキーポイントで、大山、ね、佐藤がチャンスで一本打てるのか。こ一発なんか出たら、一気にね、流れが変わりそうっていうところが、佐々木解説でございます。ファンの皆さん、どうだったでしょうか楽しんでいきましょう。